バタースコッチキャンディーバタースコッチは主に赤砂糖とバターを材料とする菓子の一種。他の材料としてはコーンシロップ、クリーム、バニラ、塩なども一般的。よく似た材料で作られるものにドフィーがある。なお、バタースコッチソースはアイスクリームのシロップとしてしばしば使われる。例えばバタースコッチプリンのように 実際のバタースコッチを含まなくても赤砂糖とバターを含む場合、食品名にはバタースコッチの語がよく使われる。バタースコッチの名前の由来やその起源に関して、料理研究者たちはいくつもの仮説を立ててきたが、いまだに確実なものはない。その中の一つでは、バタースコッチは固める前に細かく切り刻まなければならないので、スコッチには、 切り刻むという意味があるという説がある。同じく、スコッチが焦がすという意味のスコーチに由来しているのもあり得る説とされている。しかし、1817年にイングランドのドンカスターでサミュエル・パーキンソンがバタースコッチの製造を開始した時に、この語は初めて用いられた。パーキンソンのバタースコッチは国家の承認を得て、1977年の 製造終了に至るまで、ドンカスターの名産品の一つであり続けた。その後の2003年には、ドンカスターのある会社員とその妻が彼らの冷蔵庫に、あった、セントレジャーの有名な缶の一つに、バタースコッチの調理法が書かれてある、折りたたまれた紙を発見し、バタースコッチは復活した。バタースコッチはデザートにかけるソースやプリン、ビスケットなど、味付けによく用いられる。 そういった目的でチョコレートチップを焼いて使うのと同じく水素化した硬い油脂で作ったバタースコッチチップの形で手に入れることができる。また、時にはココを紙で包んだ人工的にバタースコッチの風味をつけた半透明の黄色の硬いキャンディもあるが実際のバタースコッチとは異なっている。ありがとうございます。